こちら浦安情報局こちらの時間です。本格的な夏が近づく中、各地では海開きが行われています。浦安はかつて海水浴場として知られ、東京近郊の海の行楽地としてにぎわっていたのをご存知ですか。夏には大勢の行楽客が遠浅の海で海水浴や潮干狩りを楽しんだそうです。海楽の地名はその当時の行楽地海楽園があったことから名付けられたそうです。では今回のこちら浦安情報局のラインナップです。まずは復興情報、続いて市内の出来事、スポーツで輝け、今年も熱中症対策を、食卓はシェフの味、そしてバラに恋してをお送りします。では早速復興情報をお知らせします。今回は新浦安駅前とシンボルロードの情報です。まずは新浦安駅前広場の情報です。工事が進むにつれて立ち入りができない範囲が広くなっています。そのためバス乗り場や通路などが大変狭くなっています。通行には十分ご注意ください。マーレ前の工事も行っています。出入り口付近が通りにくくなっていますので、誘導員の指示に従ってご通行ください。一方シンボルロードでも歩道・車道ともに通行規制をしています。特に道路では渋滞が予想されるため、明美・高須方面への迂回をお願いいたします。次は市内の出来事をご覧ください。6月17日には猫ザネの西脇稲さんが書いた本、浦安の母ちゃん農家が市に寄贈されました。西脇さんはこれまでに浦安を題材にした本を3冊出版しており、今回で4作品目。多くの市民に昔の浦安のことを知ってもらいたいと232冊を寄贈してくれました。西脇さんのお話では、昭和20年頃まで5、6軒に1軒は農家があったという浦安。農業は漁業に次ぐ産業で、男は漁業、女は農業で生計を立てていたそうです。この本には今まであまり表に出てこなかった浦安の農業の貴重な記録が写真や絵などと合わせて描かれています。浦安の母ちゃん農家は市内の小中学校や郷土博物館、図書館などに置き、歴史教材としても活用していきます。6月22日には総合体育館で浦安市小学校ミニバスケットボール親善大会の決勝トーナメント、これはバスケットボールを通じてお互いの健闘を称え合うこと、仲間や先生、家族への感謝の気持ちなど豊かな心を育んでほしいと行っている大会です。応援してくださる地域の方々や家族への感謝の気持ちを忘れず、最高の仲間とバスケットができる喜びを胸にチーム一丸となって正々堂々と戦うことを誓います。昭和56年浦安が市になった年に始まったこの大会も今回で33回目。市内17の小学校が参加した予選リーグを勝ち抜いてきた8校が決勝トーナメントに出場です。決勝トーナメントは舞浜賞、南賞、入船南賞、日の出賞、東野賞、三浜南賞、高須賞、高須北賞、どこのチームも目指すは優勝です。準決勝に駒を進めたのは前回準優勝の舞浜賞と第30回31回大会優勝の入船南賞。
最近さまざまなスポーツ競技で優秀な成績を残している東野翔と、昨年の優勝校を破り勝ち上がってきた高須北翔です。準決勝は2試合とも白熱したゲームとなりました。決勝戦は前回あと一歩で優勝を逃した舞浜翔と、初の決勝進出を果たした高須北翔の対戦となりました。ゲームの序盤は点の取り合い。しかし時間が経つにつれ点差がつき始めました。後半に入りゲームを支配したのは舞浜翔。シュートを確実に得点に結びつけていきます。舞浜翔リードのまま迎えた第4クォーター、高須北翔も最後の力を振り絞り反撃に出ます。最終クォーターでも激しい点の取り合いになった決勝戦。今回の浦安市小学校ミニバスケットボール親善大会は舞浜翔が勝利し初優勝、高須北翔が初の準優勝に輝きました。続いてはスポーツで輝けレッツフットサル、バルドラール浦安のワンポイントアドバイス、今回はシュート編です。今のシチュエーションはキーパーと1対1になる局面なんですが、フットサルのキーパーは下をまずケアしてくるので肩越しを狙ってループシュート、そういった形でシュートを狙ってみましょう。シュートを打つ人はまずしっかり自分がボールを蹴れる位置にボールを止めましょう。その後にですね、キーパーが重心を低く下をケアしてくるので、その重心が下がったところをよく見計らった上で肩越しですね、キーパーの肩の上を狙うような形で、ループシュートを打つとよりゴールが入りやすくなると思います。このシュートのポイントは振りかぶってキックをするのではなくて、ボールの下に足を入れすくい上げる、こういったキックが必要になると思います。昨年浦安市で熱中症により救急搬送された人数は41人、全国では4万5834人に及びます。週別で見ると梅雨明け頃から急激に搬送される人数が増えることが分かります。対策ですか？全然してないです。全然してないです。いや、特にしてないです。いや、あんまりっていうか、お水飲むとかそういう感じは思うけども、あんまり。そうですね、塩分をやはり取ること、あとやっぱり水分を取ること、なるべくこう厚着をしないで、薄着でいること、この3点はちょっと意識して、生活してますけれど。はい。
水分のあるものをできるだけね、熱中には取るようにはしてます。高齢者だからあんまりね、油もんとか塩分には控えてんだけど、あんまり塩分控えると、ね、熱中症になる。今年も節電が呼びかけられる中、まもなく本格的な夏を迎えようとしています。皆さんは熱中症の対策をしていますか？熱中症になると体の中では何が起こっているのでしょうか。そのメカニズムを順天堂大学浦安病院西山先生に伺ってきました。体の中の、熱っていうのは一応その、簡単に脳の部分でその体温というのは調整してます。一番簡単には、皆さん多分経験されるのが、汗をかくっていうのが非常に分かりやすいと思います。で、汗をかいて、そこから、汗とともに一緒に熱も体から奪ってくれるというのが一番分かりやすい熱の出し方かなというふうに思います。でそれ以外には体を触るとすごいこう暖かかったりとかするときに、例えば扇風機であるとか、あるいは、クーラーの効いた部屋に入るとすごくこう涼しいって感じるように、その体そのものから実は熱が出てると言われています。そういったものが、うまく働いているかどうかっていうような形になりますね。でこういった、梅雨の時期からそれが明けるぐらいの時期ってなってくると、その体温調節が実はうまくいかないっていうのが一番の問題になるかなと思うんですけども。気温が高い日が危険だということは分かりましたが、その他にも熱中症になりやすい状況などはあるのでしょうか。例えば、この時期ですね、湿度が高い時っていうのは、汗をかこうと思っても湿度が高いので、汗がかけないという形で、それも一つ熱が出なくなる原因になります。でもう一つは、風のないような日ですね、風があるとその風でおそらく皆さん涼しさを感じると思うんですけども、それで熱を奪ってくれるんですけど、それができないと、それも熱がたまる原因になりますので、大きくは、すごく暑い日であって風がない日であるとか、非常に湿度が高い日、この日は多分非常に危険な日になるかなというふうに思います。特徴、実は具体的にもどんな人でもかかってしまうというのが実際のところです。例えば、若いから大丈夫、あるいは、高齢だから危険というわけではなくて、どの人たちも同じような頻度で可能性はあります。ただその中でも特にご高齢の方っていうのは、熱を出すためにはやはり体の中に水分がないといけませんので、その水分っていうのが高齢の方はやはり少ない。でうまくその熱を出す機構っていうのもやはり若い頃に比べると衰えているという意味で、高齢の方っていうのは一つ危険かなと。で、もう一つは、お子さんですね、熱に対して、お子さんっていうのは、僕らが思っている以上に非常に熱を体にとってしんどく感じてますので、そういう意味では高齢者、あとはむしろお子さんが非常に危険かなと。当然、普通の成人の方も気をつけないといけないという形になると思います。熱中症、具体的にはどのような症状になるのでしょうか。そうですね、初めはいわゆるそのめまいとか立ちくらみであるとか、あるいは、足がつるとか、いわゆるこむら返りの状態ですね。こういったような状態が非常にごくごく初期の状態になります。この段階なかなか体の変調に気づかれる方ってすごく少ないと思いますので、そういった状態でもし変調に気づいていただくと、どうも自分は今熱中症じゃないかなというところで気づかれるんですけども、普通なかなかそこで気づかれることはなくて、そこでまだ無理して動く、あるいは運動するということで頭が痛くなったりとか、あるいは吐いてしまったりとかいうふうな症状が出てきます。この段階が今言われる段階でいうと2段階目の熱中症の症状なんですけども、ここが一番おそらく皆さん気づきやすいかなというふうに思います。でそこがひどくなってくると、いわゆる意識がなくなって、引きつけですね、痙攣を起こすというふうな形になります。そこまで来るともう、一番熱中症の中でもひどい症状という形になります。熱中症は軽く見ていると危険なものなんですね。ではどうすれば熱中症を予防できるのでしょうか。人間が熱を出す時っていうのは水分以外にも塩分も一緒に体の外に出してますので、
水分だけを取るというよりは、可能であれば塩分も一緒に取る方がいいというような形になります。まあ、いわゆるそのスポーツ飲料であるとか、あるいはそれ用に作られた経口補水液というものがありますので、単なるお茶お水よりはできればそういったものを取っていただくのが一番いいかなというふうに思います。まあ、そうですね、通気性のいいものとやはり発汗性のいいものですね。体の中に熱がこもってしまうといけませんので、汗をかきやすくで、かつ、かいたものが熱がすぐ外に出るような素材のものが非常にいいかなというふうに思います。直接、日光を当たらないという意味では、例えば帽子とかそういったものも非常に効果的かなと思います。体から熱を出すためにはまず周りの湿度が低い必要があります。それと、いわゆる風がある方が、熱が出やすいです。でそして、その室内の温度が低い方が、より効果的になりますので、まあ、クーラーと言わずとも、そういう湿気を取るような形での、状況でも構いませんし、場合によっては送風だけあるいは扇風機だけでも構いません。でしっかりこう窓を開けていただいて、熱が部屋の中にこもらないように、常に、風が動いているというふうな形にしてもらうのが一番いいかなと。では実際に熱中症になってしまったらどうしたらいいのでしょうか。頭が痛いとか吐くとかいうふうな症状が出る、でもしくは、意識がなくなる、痙攣が出るということであれば、これはもう救急車を呼んでいただく方がいいと思います。ただ、まあ、若い方で、休んで水分を取れば、まあ、頭痛、吐き気と収まるという状況の方もいらっしゃいますので、必ずしもというわけではないですが、特にお子様であるとか高齢者の方はそういった症状があった場合はもう考慮していただく方がいいかなと思います。首元であるとか脇のあたり、あるいは足の付け根のあたり、こういったところを、冷やしてあげるのが一番いいと思います。で、もしご自宅等であれば扇風機なので風通しを良くする、で外であれば日陰のところで少しでもこれ以上熱が入ってこないようにしてもらうのがいいかなと思います。意識がない場合は別なんですけども、意識がある場合は、まあ、可能であれば水分を補充していただくのが一番いいと思いますけども、意識のない方は飲ませてしまいますとそれはそれで非常に危険な状態なので、その場合は無理をなさらずに体を冷やすことだけに専念していただくのがいいかなと思います。ちょうどまあこの梅雨が始まって、梅雨の中頃から梅雨に明けてというところが一番熱中症が増え始める時期になりますので、この時期になりましたらやはり他人事ではなく自分自身が熱中症になるかもしれないという認識をまず持っていただきたいという形になります。で、気をつけていただきたいことはやはり少しでも体に異変を感じたら休むということと、水分をこまめに取るということをお願いしたいかなと思います。特に外に出る際には非常に涼しい格好をしていただいたり、あるいは日陰等を選んでいただくということが大事だと思いますし、仕事場等でなかなか工場等で例えば熱が非常に高いところである場合は、やはりこまめに休んでいただく、水分を取るというふうな形で気にかけてもらうということが一番熱中症の予防になるかなというふうに思いますので、その点だけご留意ください。市では節電のため電気を大きく消費せずに冷房できるガス空調機器を設置している施設のオープンスペースを浦安の避暑地としています。日中一人で過ごしている方や高齢の方が自宅を出て浦安の避暑地を利用すると節電につながります。また節電のためにエアコンの利用を我慢して熱中症になることを防ぐことにもつながりますので、ぜひお気軽にご利用ください。西山先生もおっしゃっていましたが、暑い日は油断をせずにしっかりと熱中症の対策をして夏を乗り切りましょう。続いては食卓はシェフの味、家庭にある食材を使ってじゃがいものニョッキを作ります。じゃがいものニョッキを作ります。裏ごしをしたじゃがいもです。まだ温かい状態です。でここで少しなじませます。薄力を入れます。だいたい1割が目安ですね。小麦粉を入れることによってパスタですねになります。でまずここまで粉が入った状態です。これで
ニョッキの素ですね。ニョッキの素を作ってそれを分割します。これはジャガイモですからご家庭にあるものなんですぐできると思います。同じ間隔でカットします。断面がくっつきやすいんで少し粉をしてください。粉があまり多いより少し粉が少ないぐらいの方がジャガイモの味がして美味しいと思います。でここをそこで少し丸めてだから今度このニョッキ独特の形を作るんですけども、フォークの背に乗せてもらって人差し指で押さえてこうですね折って、でこういうことすることによって まん丸のこのニョッキが押すことによってへこみます。でへこんで筋ができることによってトマトソースが絡むようになるんで、またで火の入りも当然均一で味も絡みやすく美味しくなります。パスタ粉からどんどん作っていくと結構面倒くさいですけども、じゃがいもがベースだと結構簡単に作れますので、でこれを茹でます。茹ですぎてしまうと溶けてしまうんで、上がってきたらすぐ揚げてください。誰でもその冷蔵庫にある食材で作れます。かぼちゃのニョッキだとか、あとさつまいもでもニョッキできますから、普段仕様のイタリアンで召し上がることができます。続いてバラに恋してをご覧ください。すっかり見入ってしまう色や形、ほのかでうっとりする香り、バラです。バラは古くから世界で最も愛されてきた花の一つです。花の女王として日本に定着したのは明治以降のこと。そんなバラは品種改良が重ねられ、世界では少なく見ても3万品種あるそうです。見て楽しむだけではなく、上質の香水として、またジャムやお茶などにも利用されてきたバラ。今回はそうしたバラに魅せられて丹精込めて育てている皆さんをご紹介します。5月も中旬を過ぎると明美の丘公園の一角が華やかに彩られます。明美の丘公園クラブの皆さんが育てたバラが一斉に咲き誇るのです。このバラ園ができたのは平成17年のこと。公園の設計段階からバラ園作りを企画してこの場所に決めたのだそうです。ここにあるバラは大きく分けて3種類、春から秋まで花を咲かせるキバラ、つる性のつるバラ、育て方によってはキバラやつるバラとして利用できる半つる性のバラです。5月下旬、このバラ園を舞台にイベントが行われました。人々がさんさんごごやってきて準備を始めました。明美の丘公園クラブの会員とその家族、近くの明海大学の学生ボランティアの皆さんです。音楽を聴きながら会員が育てたバラを眺めようというバラコンサートです。バラ園をステージに繰り広げられたミニコンサート、集まった皆さんはバラの色と香りに包まれて音楽を楽しみました。このバラ園を開園以来ずっと守ってきた人々がいます。6月中旬のこの日も梅雨の合間の作業、中心になって活動してきたのが三原さんです。8年間も続けてこられた訳や作業の効果など伺ってみました。どっちかというか責任感ですね。
自分が言い出してで、まあ、あの言い出したからにはやれないとやらないかんと思って2日に1回はここに見に来てます。毎年のことですんで、まあ、咲かなかったら心配ですけど咲けば咲いてくれたなという安心感ですね、はい、それと体にいいんですね、はい、汗かくでしょ、花枯らして草取りしてね殺虫やって私はまあ大体午前中かかりますがもう汗どっぷり出ますから非常に健康にいいんです。花の最盛期が終わったこの時期の作業は花がら摘み、苗をしっかり育て次の花をきれいに咲かせるために行います。地面すれすれのところから手が届かない高いところまで根気よく行います。そして花びら拾い、腐った花びらでバラが病気になるのを防ぎます。雑草取りも撒いた肥料をバラにしっかり吸わせるための大切な作業になります。そして肥料撒き、三原さんが気にして見回っているのがバラの病気、黒点病やうどんこ病、ダニやカナブンなどの害虫も探します。見つけたら早速薬剤の散布、病気や害虫に合わせたものを選び調合して散布します。会員が行う1日の作業はおよそ2時間、毎週2回行っていますが中腰になったりバラのトゲを避けたりマスクやメガネで装備したり決して楽な作業ではありません。しかし自分たちの日頃のこうした手入れで前にも増してきれいに咲いてくれたり通りかかった人に褒められたり嬉しいこともたくさんあり作業のことは苦にはならない。皆さんは声を揃えてこう言います。初夏を彩る明美の丘公園のバラ園、バラに恋したこうした皆さんの日々のお手入れがあるからこそ見事な花を楽しむことができるんですね。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回はこんにちは市長室です。楽しい夏休みを過ごすために自転車安全利用などご覧のラインナップでお送りします。今回は熱中症に関してお伝えしましたが、すだれやよしず、うちわに扇子、そして打ち水など昔から伝わる方法で暑さ対策をしてみるのもいいですよね。特にすだれやよしずは強い日差しを防ぐだけでなく風通しもいいので試してみてはいかがでしょうか。それではまた。